こんにちは、こんばんは、猫ピン仮面です。今日はですね、うちカフェローソンですね、ゴディバのショコラバヌーバナーヌですね。はい、の紹介です。見えるかな、光って見えるかな、こんな感じかな。おっと、転がりそうだ。あ、転がる、もうね。はい、ショコラバナーバナーヌって言うんですね。これはですね、フレッシュで芳醇なバナナと香ばしい焦がしキャラメルがマッチしたコク深いショコラケーキですって書いてます。税込みで430円。やりますね、ゴディバさん。カロリーは343kcalになります。これやっぱりね、芳醇って使うぐらいですから、芳醇という意味はですね、酒などの香りが高く味の良いことの意味に使われます。だからやっぱりこれあれですね、ちょっとお酒の感じの味がするんでしょうね、だと私は思いますまあ食べてないですけどね、わかんないですけど。はい、では早速ちょっと開けてみましょうね。これシールがね、ちょっとめんどくさいよねはい、おお、すごい、見せようか、こんな感じ、見える、こんな感じ、はい、こんな感じだね。よし、すごい、よし、大人の味っていう感じですかね、きっとね。ちょっと食べていきたいと思います。よいしょ、おお、硬いですね、結構硬いです。はい、よいしょ、はい、じゃあ食べていきたいと思います。うん、ああ、そうですね、うん、ああ、やっぱりブランド、うん、ブランディー方かはちょっとわかんないけど、うん、お酒の味がしますね、ちょっとね、香りっていうか、うん、はい、さすが、でも美味しいですね、やっぱりチョコレートも高級感あるチョコレート使ってます。うん、さすがですね。何層にも何層にもなってんですね、これね。わかります？何層？結構ね、1、2、3層になってですね。4層か。美味しい。本当に、うん、うん、はい、はい、ですね、はい、今日はですね、うちカフェの、ゴディバショコラバナーヌ、はい、まあバナナが真ん中にあるんですよね、こうやってこんな感じで、はい、とっても高級感ある、お味でした。はい、それじゃあまた短いけど、それじゃあまたね、バイバイ。